お笑いコンビアルコ&ピースの酒井健太、38、と知る岡放送、エスミーアス、のやめた名決、ニュー、アナウンサー、27、が2日、共演する同局ラジオまだ帰りたくない大人たちへチョコレート77ナイト。火曜後 7.00、に生出演し、近く結婚すると発表した。私、酒井健太と矢端名決は結婚します。婚約中ですと報告。二人は2019年4月にスタートした同番組で共演してきた。入籍日は未定で近々、結婚、します。今後は夫婦でパーソナリティを担当する。この日、矢端アナに静岡の美容院を紹介してもらったという酒井はうちの神さんと冒頭からフライング。報道があったから、今日はいろいろな人が聞いていますから。ちゃんと言わないとと水を向けると、矢端アナは緊張する。酒井は新妻に大丈夫だっつーの。一緒にいてやっから。ずーっとなとのろけた。酒井は06に平子祐希、42、とコンビ結成。12年ザ・漫才3位、13年キングオブコント7位。JFN 系列のラジオ有吉弘行のサンデーナイトドリーマーに不定期出演している。平子は07年に結婚、愛妻家として知られる。矢端アナは立教大学卒業後、17年4月に愛媛朝日テレビに入社し、19年3月に退社。19年4月に静岡放送に移籍した。出身の群馬のローカルアイドル赤城団に所属したことも。父は元競輪選手の矢端誠二氏、56。